つを教えたいと思います。1ポイントは、こんな感じです。手をこんな感じにして肘で支える倒立になります。肘縦にした方がちょっと初心者はやりやすいかもしれませんけれども、最終的に横にして伸ばして、肩を内側に入れるみたいな、縦にしちゃうとちょっと高さが出ないので、肩が入りにくいので、縦にするとこんな感じ。2つで支えるので、ね、ちょっと安定度は増しますけど、横にするとこんな感じです。ちょっと肩に乗ってるって感じです。で、練習法なんですけど、 壁にちょっと最初練習する感じで、壁に着いて、まあ、ちょっとずつ離していくんです。倒立より全然簡単なんで、練習すればできると思います。